小山車両センターは、栃木県下津家市にある、東日本旅客鉄道大宮支社の車両基地である。旧高崎鉄道管理局宇都宮運転所の運用下にあった東北本線中距離電車の車庫として、小金井駅の北方に開設され、2004年まで小山電車区と呼ばれていた。当初は、宇都宮市郊外に建設する予定であったが、周辺住民の反対にあい、 再度、石橋すずめ空間で計画が練られたもののこちらでも、周辺住民の反対にあい、今度は、ままた駅付近と小金井駅付近が候補に上がり、それぞれの地元が誘致合戦を行った結果、小金井駅付近に開設されることになったという経緯を持つ。2006年3月17日までは、東大宮発出所があったが、3月18日から、 大宮総合車両センターの管轄に変更された。小山車両センター所属略号宮山、大宮社を意味する、宮と小山を意味する、山から構成される。2021年4月1日現在の配置車両は、以下の通り、東北本線小金井駅自治大駅間に広大な敷地を持つ。研修能力500両以上、収容車両数400両以上と、 発足当時は一大車両基地であった。小金井駅から入りデク線が伸びており、同駅から入りデクを行う。主な業務は、所属車両の交番検査、または機能保全、仕業検査、車輪添削、故障対応、小金井駅の分割、併合作業等である。上り入りデク線には、車両洗浄機を配置している。ありがとうございます。